答えを求めて寺に来た。座禅後のミーティング。明日は大坊さんです。明日の予定がある方は報告お願いします。まあ実は明日多分ヒカルさんと一緒に、まあ同時に下山しています。寺を去るという突然の告白、キルギスから来ていたボグダンさんだった。生きる意味を探して続けてきた修行、一年が経ったところだった。ただ頑張っても何の結果が出ても何の結果出ないのはちょっと意味があるかどうかわからないところがあります。もっと長い間に滞在した方がいいんじゃないか、もしまあ出たらどうなるのかなって、そういうところが多いけど、まあでもそうやって考えたらもう10年が座ってもあんまり出る勇気が出ないのところが多いじゃないかと思います。まあある意味何もやらないと何の、まあ、答えというより何の、まあ何も出ない。座禅に何も見出せず修行を諦める者も少なくない。気をつけて。気をつけて。1月、秋に里芋を埋めていた食料庫の穴蔵を掘り出す。